はい、こんにちは、まとめです。今回の動画ではカジュアルパンツの有名ブランドであるグラミチを紹介していきます。グラミチがどんなブランドなのかだったり、定番アイテムどんなものがあるのかだったりを実際に着画とかお見せしながら紹介していくので、グラミチ気になるななんて人はぜひぜひ見ていただけたらなと思います。この動画を見るとグラミチがどんなブランド、どんな成り立ちできているブランドなのかだったり、定番モデルしっかりと理解できるのでぜひ参考にしてみてください。ということで今回の動画こんな感じになっております。グラミチがどんなブランドなのかだったり、定番モデルのショーツだったり、ニューナローパンツだったりとかを、全部で6モデル紹介していきます。ということで今回もアシスタントの山崎さんと一緒に会話形式でやっていきます。お願いします。よろしくお願いします。ということでグラミチの紹介をしていこうと思うんですが、はい、山崎さん、グラミチ持っていますか？昔持ってました。昔持ってた、はい、グラミチの何ですかね、ショーツ？ショーツです。ショーツですね。はいはい。どっかとの別注。別注モデル、はい、いきなりちょっと深い話になってしまうんですけど、はい、グラミチ別注超多いんですよ。これ今回の動画の最後の方に紹介しようかなと思っていたんですが、こんな会話になったんでいきなり申し訳ないです。話そうかなと思って、はい、グラミチの特徴の一つとして別注めちゃくちゃ多い。多くないんでも確かに、なんかセレクトショップとか回しても必ずと言っていいほどある。ありますよね、はい。これも途中で話そうと思っていたんですけど、ごめんなさい。グラミチって90年代ぐらいからストリートファッションと融合してくるんですよ。それ何なのかっていうと、結構日本が発祥だったりして、日本の大手セレクトショップであるビームスさんとかがね、アウトドアウェアをカジュアルで使っていこうっていう提案を思いっきり推していた時期があって、その時にグラミチが推されていて、日本初でどんどんグラミチのショーツとかが広まっていったっていう歴史があって、でもどこでも同じものを取り扱っていると、ビームスじゃなくても買えちゃうから、ビームス推してても意味ないみたいなありがちじゃないですか。そういう時、今でもそうなんですけど、大手のセレクトショップさんとかどうするかっていうと、別注を仕掛けるわけですね。そこでしか買えないものを作らないと、セレクトショップってブランドからセレクトして売る商売になっているんで、ブランドがいろんなところに卸していたらどこでも買えちゃう。でもビームスさんからしたらビームスで売らなきゃ売り上げにならない、どうしようって言った時に別注っていうのをやったりするんですけど、グラミチって結構その別注が特徴だったりします。ということで話がだいぶ逸れてしまったんですけど、グラミチがどんなブランドなのかと言いますと、洋服っていうのはあらゆるものに源流があるわけで、なんか由来があるんですけど、グラミチが何なのかって言ったらロッククライミングなんですね、マイク・グラハムさんでしたっけ、はい、名前をちょっと失念してしまったんですが、アメリカのマイク・グラハムさんが作ったのがグラミチなんですが、ロッククライマーだったわけですよ。もともとクライマーって、普段着でロッククライミングしていたらしいんですけど、グラミチの登場によって、そのロッククライミングの制服ができたみたいなところがあるらしく、グラミチ以前とグラミチ以降でちょっとロッククライマーの着る服ってのは変わったっていう歴史があるそうです。なのでロッククライミングに適したものづくりをされているっていう特徴があって、もちろん由来がロッククライムなんで当たり前なんですけど、例えばそれここ股下の部分に現れていたりして、はい、見えない説あるけど、どうかな、見える説でした、見える説ある、はい、ここガゼットクロッチって言うんですけど、ここに、ゆとりがある、なんて説明すればいいんだろう、ここにゆとり、生地のゆとりがあるのが分かりますか、ね、あります、あります、これがあることによって可動域がすごい広くて、これ履くとね結構誰でも分かるぐらい、動きやすいです。動きにくいショートパンツってあるかなって思うかもしれないんですけど、思いっきり例えば足開いても、突っかからないんですよ、突っ張らないようになっていて、ここに生地の余りがあるんで、動きやすかったりします。普段着でねそれがどれだけ活かされるかと言われたら怪しいところではあるかもしれないんですけど、意外と、このショートパンツとかハーフパンツって階段とかで詰まる時ってあると思うんですよね。ブランド物のショーツとかハーフとか履いてる人は分かると思うんですけど、ちょっと動きにくいパンツって実は意外と発売されているんですけど、これめちゃくちゃ動かしやすい、このあたりがねやっぱその源流に由来しているポイントかなと思います。あとはこのウェービングベルトって言われるこのベルトなんですけど、片手で調節できるようになってます、ロッククライムしてる時とかにね片手で調節できないと不便ということもあって、こういうそういったシステムを取り入れていて、このブランドのアイコンでもあるこのランニングマンとか、ここについていたりして、これがね年代によってアイコン変わったりするものなんですけど、このガゼットクロッチだったりこのウェービングベルトだったりが、グラミチの最大の特徴といってもいい、アイコンとも言えるし、グラミチらしいものづくりが生かされているポイントです。あとは、イージーウエストだったりしますよね。ですね、このゴムがついているイージーウエストで、このあたりもやっぱ機能性に特化されているクライム用のパンツの特徴だったりします。そんな感じで結構特徴のあるパンツなんですけど、この創始者でマイク・グラハムさんっていうのは、ロッククライマーだったわけですよ。でロッククライマーなのになんで洋服のものづくりしたのか、できたのかっていうと、どうやらパタゴニアの創始者の方と交流があったそうで、そういったつながりから、服を作るっていう発想に行ったのかなと思います。あと手先が器用だったとかも言われてますね。
ドラミチって、はい、1982年からスタートしたみたいで、はいはい、割と若いブランド。若いって言っていいのか分かんないですけど、知名度はものすごいあるんで。そうですよね、知名度の割に。で40年ぐらい、うん、40年は長い方。長いか。もう国内のドメスティックブランドでいうと10年続けばもう老舗と言ってもいい。そうですね、比べたら、はい、まあ、そもそもブランドアパレルに限らず企業の生存率ってすごい短いんで、うんうん、10年続く企業ってすごい少ないから、そう考えたら40年ってめちゃくちゃ長いんですけど、はい、例えばディッキーズとかとね、同じアメリカブランドのディッキーズとか比べると、ディッキーズだともう100年ぐらいだと思うんで、はい、まあ確かに思ったよりって感じるパターンもあるのかな、ね、マイクさん、マイクさん、はい、マイクさん、ストーンマスターって言われてみたいですね。そうなんですね、はい、まあ、ロッククライマーとしてすごい人だったのかな、はい、僕そのあたり、まあ、クライミングすることないんであんまり知識ないところなんですけど、そうですね、ストーンマスターって言われていて、まあ、その人が作ったみたいな、うんうん、結構そういうパターンって多いですよね。ポロシャツだったら ルネラコステが作って、はい、あのワニっていう、あだ名だったんですよ。僕テニスの方は好きなんで、そういうの知ってるんですけど、はい、ワニっていうあだ名のルネラコステさんが、まあ、あのテニスウェアとしてね、ポロシャツを持ち込んだっていうところで、ラコステができた時にワニのマークがついているっていう、しかもなんかこのワニのマークっていうか、そういうロゴワンポイントを、服の外側につけたっていうのはラコステが初らしくて、今でも世界で、そのロゴとワンポイント と、ブランドが結びつく、はい、そのワニを見てラコステだって分かる人の数っていうのは一番多いのがラコステって言われていて、まあ、いろんなロゴってあると思うんですけど、ラコステのワニって、世界的に見ても相当な有名さ、知名度らしいです、はい、あとグルムチって、はい、なんか製品染め、はいはいはい、してあるんで、はい、最初からクタッとしたみたいな、そう、ちょっとね風合いがいいんですよね、はい、そうですよね、パリパリしてないっていうか、うん、ちょっと使い古した感があって、うんうんうん、まあなんかちょっとグラミチのアウトドアブランドっぽいようなアプローチですよね、はい、なんだろう、例えばスポーツとかでもそうだと思うんですけど、スニーカーとかっていきなり新品の綺麗な白スニーカーじゃなくてちょっと汚して履くみたいな、はい、スタートからそういう人っていると思うんですけど、そんな感じで、ね、着古したような風合いになってるってもすごくいいなと思います。着やすさもアップしますよね。そうですね、ちょっと柔らかくなって肌なじみが良くなるんで、うん、そういった面でも結構ね特徴があるかなと思います。でその、はい、さっき言ってたんですけど、はいはい、アイコンになっているランニングマンさん、はい、ランニングマンさん、ランニングマンさんって一体どういう感じなんですかね。どういうなんかアウトドアへの情熱を表しているらしいんですけど、はい、これがどうしてそうなのかまではちょっとわからないですね、うんうん、アウトドアへの情熱を表しているアイコンと言われています。走ってますもんね。走ってますからね。確かに情熱は伝わりますね。伝わる。赤いしね。赤いしねまあ、そんなグラミチなんですけど、90年代に入るとストリートファッションと融合していくわけですね。動画の冒頭でお伝えした話とつながってくるわけなんですけど、まあ、この90年前後ってそういった動きが結構多くて、例えば、同じアメリカブランドでいうディッキーズとかは、はい、西海岸のスケーターとかに履かれて、もともとワークウェアとしての地位を確立していたんですけど、そこからちょっとストリートへと融合していって、ファッションブランドとしての地位も確立して、うん、まあ今ではディッキーズ知らない人なんてもちろんいないですし、今でもずっとねスケーターとかでも愛されている、パンツ、スケーターに限らずね多くの人には愛されていて、チノパンといえばディッキーズみたいな874みたいなイメージあると思うんですけど、まあ、そんな感じで90年前後、80年後半から90年前半にあたりかけて結構ストリートファッションと融合していったブランドって多いんじゃないかなと思います。はい、ということでだいぶねグランチのいろんな話にそれてしまったと思うんですけど今回の動画のメインとなる、はい、まあ、代表モデル紹介していこうかなと思います。ということで代表モデル紹介していこうと思うんですけど、やっぱグラミチといえばショーツっていう人も多いと思うので、まずショーツから、ショーツ3モデルから紹介していこうと思うんですが、まず最初 NN ショーツ、まあ、ニューナローショーツですね。ニューナローパンツとニューナローショーツっていうのがあるんですけど、から、覚えておくのが簡単かなと思うので、こちら紹介しようと思います、はい。まずグラミチ共通しての話なんですけど、このガゼットね、ガゼットクロッチ、うん、このゆとりを持たせて、突っ張らないようにするガゼットクロッチだったり、このウェービングベルトだったりは一緒なんですけど、まあ、形の話をしていこうかなと思います、うん。NN ショーツっていうのがショーツの中で一番短くて一番細いです、この裾幅も短いし丈も短いということで、はい、コンパクトなのが NN ショーツ、うん、まずこれを基準にして覚えておいてほしいなって思うんですけど、まあ、着画見てもめちゃくちゃ細くて、はい、めちゃくちゃ短いのが分かるんじゃないかなと。コンパクトですね。コンパクトなんですよ。それが NN ショーツ。続きましてこちら G ショーツ。 G ショーツどんなシルエットなのかというと、裾幅が太くなります、うん、でも丈はそんな長くない、はい、っていうのがこの G ショーツの特徴。そして ST ショーツ、こちらはどちらかといったら丈が長くなっていきます。ちょっとハーフシルエット寄りになってきて、裾幅に関して言うとニューナローと G ショーツの間になっているんで、ちょっと
これ覚えづらいかなっていうところあるんですけど、うん、NN が相当短くて相当細いんで、はい、この NN が適している足の形している人っていうのは日本人だと結構珍しいんじゃないかなと思っていて、相当体型整ってる人向けが NN になってます、はい、で足がちょっと太い人は G ショーツがいいかなと思って、はい、逆に足が細くてコンプレックスって人は ST ショーツが合うんじゃないかなと思います。このあたりどうしてなのかっていうと、裾幅が太いモデルだと足の太さと裾幅の太さで対比があるんで足が細く見えるんですよ。なんで足が太い人っていうのは裾幅が太いものを履いた方が足が細く見えていいですし、逆にすごく足が細くてコンプレックスっていう人、まあ少ないとは思うんですけど、そういう人からすると裾幅がそこまで太くないものを履いた方が足の細さっていうのは強調されすぎないんで、バランスよく見えることが多いんですけど、このあたり結構シビアだったりするんで、実際に試着して合わせて自分の足の形に合うものどれなのかなって試すのがいいと思います。とはいえ当たりをつけておいた方が試着も楽になってくると思うんで、今僕が話した内容をちょっと参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。続きまして、ショーツハーフではなくてフルレングスモデル代表紹介していこうと思うんですけど、フルレングスの方もニューナローパンツ、まあ、NN って書いてあるパンツですね、そちらから覚えるのがおすすめです。でこちらがニューナローパンツ NN パンツなんですけど、ショーツと一緒でこのガゼットクロッチだったりウェービングベルトとかは共通でついているんですが、まあ、こちらがどんなモデルなのかと言いますと、スリムテーパードシルエットになっていまして、この太部分からしっかりと細いんですが、裾に向けてさらに細くなっていくシルエットで、着用画像とか見てもらえると分かると思うんですけど、かなり足が長く見えます。そうですね、相当細くて、はい、足かなり長く見える、はい、とてもスタイルがよく見えるパンツがこの NN パンツ、ニューナローパンツです。でこちらのパンツっていうのは結構丈が長く設定されているんで、これから紹介するパンツと比べるとこの丈が、丈ってこの部分ですね、この長さですね、はい、が長くなっているんで、そのあたりも紹介していこうと思います。続きましてこちら紹介したいと思うんですけど、こちらもニューナローパンツなんですよ、うん、まあ、この NN って書いてあるやつですね、はい、そのニューナローパンツって、実はシルエット別に、何パターンかありまして、こちらはニューナローパンツのジャストカットっていうモデルになります。ジャストカットになるとどうなるのかと言いますと、通常の NN パンツと比べると丈が7センチ短くなってます、うん、まあ、ジャストカットということでくるぶし丈で履くことができるパンツですね。そしてもう一つのニューナローパンツはタイトフィットっていうモデルで、こちらがタイトフィットモデルなんですけど、タイトフィットモデルの特徴としましては、こちらも同じくレングス7センチ短いです。そして膝から裾にかけてより細くなってテーパードがきつくなっています。なのでこちらが裾も細くて丈も短いっていうモデルになっているんで、これが一番足長く見せやすいかなと思います。フルレングスモデルはこんな感じで、ニューナローパンツっていうのはまず覚えて、そこからジャストカットだったりタイトフィットモデルがあるよっていうところを押さえておけばいいんですけど、はい、まあ、グラミチ日本でいうと特になんですが、まあ、やっぱショーツハーフパンツ有名なんで、うん、まあ、ショーツかな、まずはショーツから入るのがいいんじゃないかなと思います、はい、まあ、形によって、そのモデルによってシルエットって変わってくるんで、ご自身の足の形とかに合わせて選ぶのがいいと思うんですけど、うん、この動画参考にしていただいて、いろんなグラミチ履いてもらえたら嬉しいなと思います、はい、で大体グラミチのショーツって6500円から8500円ぐらいで購入することができるんで、まあ、めちゃくちゃ高いってわけではないんですよね。結構歴史あるブランドにしては割とお手頃な価格で手に入れることができるんで、うん、多くの方が手に取りやすいんじゃないかなと思います。とはいえ最近だと GU とかでね、まあ、2000円以下ですごくいいショーツとか、はい、攻めたシルエットとか攻めたデザインのものとかも出てきていて、 GU でも全然いいもので手に入れることができるんで、ショーツとかで探すってなったら、まあ、グラミチ定番なんですごくいいですし、ちょっと予算的に厳しいなってなったら GU で探すのもいいんじゃないかなと思います。ということでちょっと今更になるんですけど、うん、今まで着が紹介していたんですが、僕170センチ55キロなんで、まあ、サイズ感分からなかった人とかそのあたり参考にして、もう一回見返してもらえると嬉しいなと思います、はい、全部 S サイズですね。全てが S サイズとなっております。ということで今回の動画はここまで。こんな感じでまとめチャンネルではファッションに役立つ情報だったり、実際に買ってきた商品の比較レビューなどを行っているので、この動画が良かったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。